ニュースポスト7です。雪永崖っぷちです。2021年10月以降に芸能活動を再開した木下優樹菜さん、未だテレビの地上波に出られないなど収入面は厳しいそうです。現在は35年ローンで購入したという2億円のマンションに娘と暮らす木下さん、ローンを支払っているという元夫でFUJIWARAの藤本敏史さんは車を運転中に当て逃げをしたことで当面の間芸能活動の自粛を発表しました。恋人で J リーガーの三幸秀俊さんも苦しい状況のようで、チームは J3 への降格危機に陥ったほど。木下さんの活躍が期待されます。ニュースポスト7。